はい、皆様おはようございます。本日はですね、納豆がどうも苦手だという方に、朗報でございます。納豆の、臭みも抑えられますが、納豆のネバネバ感ですね、この糸の引きっぷり、これですね、これを抑えて美味しく食べる方法でございます。これをですね、大根おろしの中に入れます。はい、大根おろしの中にですね、納豆が入りました。これで混ぜ混ぜ混ぜですね。はい、糸を引いてますか。ですね、もっと混ぜ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 、はい、ほとんど糸を引かなくなりました。香りもそんなに強くはありません。これにですね、お醤油を、たらんと垂らしまして、さらに混ぜ混ぜ混ぜですね。これで、納豆の糸引きは解消でございます。それではいただいてみたいと思います。私は別に糸を引いていっても全然問題ないので、うまいです。そしてですね、この大根おろしにはですね、タンパク質分解酵素が含まれております。アミラーゼですね。要するにですね、この大豆タンパクですね、納豆は大豆から作られています。この大豆タンパクのタンパク質を分解するということで、非常に消化が良くなるではなるのではないかと思います。すいません、生中7杯プラス、ですね、カワハギの骨ひれ酒合計6合飲んでおります。明日お休み嬉しいなということで、かなり飲んで、この後どうなってもいいかなみたいな、そんな状態であります。一番嬉しい日であることは間違いありません。それではですね、白飯の上にですね、ガーン、のっかりましたな。おー、大根おろし納豆ですね。それではいただきみたいと思います。いただきます。ちょっと酔っ払っちゃっているんで、なかなかうまく箸が使えません。いただきます。この大根おろしのですね、ほんのりの苦味と甘みと、この納豆糖のほろ苦さ、たまりません。うまいです。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、納豆の粘りをなくして美味しく食べる方法、そして栄養学的にもですね、大根おろしのアミラーゼが、納豆のタンパク質を分解して消化にいいんじゃないかと、そういう動画をまとめてみました。すいません、酔っ払ってます。失礼いたします。うまいです。